はいどうもカメラマンは良平です。そしてお久しぶりです、江頭でございます。本当にお久しぶりです。僕が第9で平日休みだったので、はい、江川もね同じく休みだったので、まあ、久々の動画出演ということで、お久しぶりでございます。はい、お久しぶりです。で、はい、今日なんだけどさ、はい、なんか言うことあるんじゃない、俺にグローブ買いましたみたいなやつですか。実はちょっとあの最近ですね、野球はちょっと、まあ、仕事の兼ね合いで、まあ、ちょっとやる機会が減ってはいるんですけど、なんかちょっとキャッチャーミット下手ってんなと思いまして、久々にこうねモンタナさんに来たらこれがいいやとなったグローブがありましたので、今回はそちらを紹介してたいと思います。それがこちらでございます。じゃん。はい、これ要じゃない。要です。あれ、俺それこの前紹介したような気がするんだけど、これね軟式用です。マジ。はい、ここにちょっとプライスの革がついてるんですけど、3万プラスタックスって書いてありますかね。これね革質めっちゃ公式っぽいんですよ。公式用もあるじゃないですか、はいはい、で今それモンタナでこう見させてもらってるんですけど、正直全然劣らないなというところが初めて触った時の、まあ、率直な感想なんですけど、なんかこうはめた時にこの目分めっちゃ出てるんですよ。キャーストミットみたいな感じ。キャーストミット、あ、そういう言い方するか。久々にこう私自身キャッチャーミットを購入したわけなんですけど、まあ、僕正直キャッチャーミットの片付けってやったことないんですよ。まあ、ピッチャー用内野手用は自分でやったことももちろんありますけど、翔平 TV の、まあ、あのいるじゃないですか、ちょっと痩せがりのさちょっと細いやつ、やつがやっぱキャッチャー出身なんで、キャッチャーミットの片付けって両親さんこれまで何個ぐらいしてきました。実際片付けって言って作ったのは GSB とか。ああ、はい、似てるかな。ちょっと GS のキャッチャーミット両親さんが買った時、私ちょうどまあその場にいたんですけど、もうちょいウェブが下がってるはいるんですけど、なんとなくこの形っていうのは結構 GS に似てる部分がちょっとあるなっていうような僕も印象があったので、そう面構えがね、そうそうそう、あのこのピッチャー目線で見た時にこの構えた形がね似てるんですよ GS と。 GS よりちょっとコの字っぽい感じはするけど、うん、まあちょっとねこうねするけど、それなんとなく多分さっき両親さんにもちょっとはめてもらったんですけど、形としてはオーソドックスになるんじゃないかなっていう、うん、ところになると思うので、今回は翔平 TV の相方の両平さんに片付けをちょっとしていただこうかなと思っております。で、私もねキャッチャーミットの片付けを勉強できればなと思っておりますので、そこよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあそれではやっていきます、はい、ということでですね、まあ、早速片付けをしていくんですけど、さっきの時にはね、あの良平さんに片付けお願いしますって言ったんですけど、ちょっと噂によると絆グローブかなんかのグローブを片付けたらもう手首が限界ということで、硬さにやられましたね。ということで私初のキャッチャーミットの片付けをしてみたいなと思います。早速スチームにぶち込んでいきたいと思います。はいっす。何かあったら助けてもらうんですけど、あれ80度ぐらいに今なってると思うんですけど、要ミットのめちゃめちゃ握ってんのに全然動かないですよ。やっぱ軟式でももう本当に何にもふざけなしですからね。ちょっと動くけどみたいな。なので5分入れていきたいと思います、はい、もうひたすら叩いてひたすら柔らかくしていくっていう作業を僕はこれでしていきますので、ちょっと叩いたりあの揉みこうやったりするんで、ちょっと楽しみにしてください。いきます。うわっ、ついだ。レッツゴー、レッツゴー。5分スタート。まあ頑張ります。ちょっと初めてなんでね、いきます。あっつ。まずですね、やっぱここの土手が一番硬いんで、とりあえずここはもうひたすら折って伸ばしてを繰り返すかなって感じですよね。ちなみにどんな型にしたいとかって、やっぱまあちゃんと柔らかくなってれば掴めると思うんで、キャッチャーミットの場合は。なんでまあとにかくほんと柔らかくしてちゃんと掴めるような感じにしようかなと思っております。今ちなみにこんな感じになってます。あっつ。あとはもうひたすら叩いていきます。それ5分入れたかな。なんだろう、パンチャーが似合うな。おっす。思ったんですけど結構これ浅めなんですよ。最初からもう最初から結構こう深めにしないと多分ダメかなと。あのね、違うんですよそれ。浅めと思うじゃないですか、はい、面が広いから浅く見えるだけなんですよ。なるほど。叩いたらザ・普通のキャッチャーミットっていうオーソドックスな形になるんですよ。やっぱむずいっすねキャッチャーミットの場合は。ちょっと普通のグローブとはまた違うので、やっぱウェブがちょっと特徴的ですね、こういう感じに。うん、エッジが入っててなるので。ただ結構めっちゃいい顔してる。さあ、ということでこっからポケットを作っていきます。今叩いてたのは別にポケットを作るために叩いてたわけじゃない。とりあえず皮を柔らかくして、なるほど、掴めるようにしたかった。はいはいはい。キャッチャーミットなんで、まあ、ちゃんと掴めれば僕はそれでいいと思ってるんで。やっぱボールこの辺取るじゃないですかキャッチャーミットって。まあそうですね。だけどまあやっぱりこの辺取ることもあったりとか。そこはねえな。すると思うんですよ。そこはほぼねえぞ。まあまあ確かにね。まあ基本こことか、まあこの辺当たる可能性あるじゃないですか。はいはい、はい。なんでここのやっぱ動かせる動作っていうのは結構大事にしたいんで、うん、このここの部分はもうちょいこういう風に動かせるようにちょっとしたいので、うん、やっぱここなんですよ連動してるので。
取っ手の部分って言ったら、うん、もうちょいやっぱ柔らかくしないとかなっていう感じですね。今掴んだ感じめっちゃ息上がってんじゃん。疲れた。きっつい。ね、あの手首がいく気持ち分かったでしょ。これね、痩せるかも。肩はなんとなく想像できてきたかなみたいな。ほら。うん。俺的には結構今いいんじゃないって思ってます。ただやっぱりもうちょい柔らかくしたいんで、もう一回これスチーム入れます。はいはいはい。たださっき5分でやったんですけど、次はまだちょっと温かさが残っているので、まあ2分ぐらい。ちょっと入れようかなと思いますんで、この形ができた状態でもう一回2分入れていきたいと思います。ということで今2分終わりましたんで、ひたすらまた叩いていきたいと思います。ほっ、学習したね。学習しましたよ、さすがに。今度はまたひたすら叩いていきます。こんないい音鳴る。さすがポケットがしっかりしてる証拠っすよね。また俺が上手いのかな。なんか言ってよ。ちょっと今ね、心の中で親指叩けってすっげー思ってる。失礼な。とりあえず今なんとなくできたんですけど、自分でやった上にはなんかよくできてんじゃない？結構この字な。見た目どうすか？こう構えた時に、うん、肩はいいかなってとこですね。いい面してる。要さんのミットの特徴って、はい、親指の芯が最初からちょっとカーブしてる。そうね、こっちに。そうそうそう。ちょっとこうというかこっちにこうねじられてる感じがしますね、うん、あのポケットがそこのちょうどカーブのところにできやすい、ここの部分かな。そう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 、っていう特徴があるので、はいはいはい、いや結構良くないですか、うん、しかも片付けばしやすいと思うんですよね。だからいやしやすかったですね。ちょっと良平さんはめてもらった方が分かりますかね。感想をちょっと言っていただきたいんですけど、どうですか。いい感じ。あとはどんだけ、まあ、バッセンで160キロ受けてるか。懐かしいな、あの企画。だから最初かなり浅いなとかでかいなって思ってたのも、面が広いからここも広く見えるけど、そんなはめた感じだとやっぱり大きさは感じない。いや本当そうっすね、使いやすくなったなと思いますね。楽しみなミットですね。はい、ってな感じでね、あの今陽平さんにもいただいたように、まあ初、まあ、ミット片付けをこうしたんですけど、まあなかなか良かったんじゃないかなと。ではぜひこの動画の高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。バイバーイ。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。I give up, but you walk to go. 選んだ道、間違ってて